漫才コンビトミーズが13日、MBS のレギュラー番組、せやねん、に出演。番組では吉本同期の松本人志と女性をめぐる報道を取り上げた。松本は週刊誌報道を否定し、活動を休止。トミーズ県が、怒りをにじませ、何も決まってないのに、僕らの仕事は、全部レギュラーやめやなあかんねん、何も決まってないのによ、なんか不公平かなる、と発言。相方のトミーズみやびが、いやいや、スポンサーがいてて成り立ってる、と否定した。これに県は、だからそんなことはわかってんねん。なんで何も決まってない人間がやめやなあかんのか。こんな商売他にあんのかな。とも、珍しく県のボルテージが上がり、不公平感。それやったら法律でちゃんとしてほしい。飲み会のようなああいうことをした人は、犯罪にしてくれ。いっそうのこと、有名人だから、仕事全部やめってなってまうやん、などと発言。真意は伝わってくるが、生放送で誤解を招きかねない言葉足らずな発言となってしまい、みやびが、だからものすごい微妙やねんて、そういう仕事やねん、とフォローを入れ続けた。今回の問題では、真偽不明段階で、こうした問題に厳しい姿勢と向き合うスポンサーや放送局も、難しい対応を迫られている。山中マアナウンサーが、事実関係を整理し直して説明していた。ネットの声、そういう仕事だ。っていうコメントが全てだよね。全くその通りで、バラエティ番組だってスポンサーがそっぽを向いたら放送で、来ない。そんなことは重々承知の上で遊んでいたんでしょう。一般の会社員とは違います。顔が知られている分、秘密にしておきたいことがバラされるリスクは高い。でも、その職業を選んだのは自分でしょう。凡人がとても手にできないような収入を得ているというメリットもあるわけで、デメリットよりも、成功すればメリットの方が大きい仕事だと思いますけどね。いつも研さんは早とちりで、イントのずれたことを言う。今の時点では、松本さんは自分から活動休止すると言ったわけで辞めさせられたわけではない。事実がわからない今の時点で、松本さんが正しいとも誰にもわからないのに松本さん擁護の意見を吉本所属の芸人さんたちが言うのもどうかと思う。マサさんが言う通り、以前は何も表立って問題にならなかったことでも今は違うということでしょう。昔のことだから許されていたわけではなく、誰にも言えず泣き寝入りをしてきた人もいた可能性も多々あると思う。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。